はい、こんにちは。田中みやびです、えー。私ですね、フリーランスでライター、構成作家、リサーチャー、翻訳家などをやらせていただいているんですけれども、えー、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、えー、私が普段の生活で思ったこととかをどしどし共有していくという趣旨でやらせていただいているんですけれども、本日はですね、人間は感情で生きている。 っていうトピックを、えー、取り扱いたいと思っています。えな、ー、らびに、えー、感情をハックする方法についても触れていければなと思ってるんですけれども、あのー、昨日かおとといですね、えー、ア,アベマプライムっていう番組で、あのー、企業が、えー、米国の企業アマゾンとかが、まあ、えー、以前だったら、えー、X、t w i t t もそうなんですけれども、 え、リモート勤務から、コロナから始まったリモート勤務から、本社の方、本社というか、出勤の方に回帰していると、原則社員はオフィスに来てくださいっていうような、方針に変わってきているっていうのを取り上げてまして、その、それ自体とは全く関係ないんですが、というかこれも別の動画で語りたいなとは思ってるんですけれどもね、このリモートワークから。 えー、出勤にに変わったったていうことに関してもそのアベマプライムでそれを取り上げていてあのー、お一方ちょっと気になる発言をされた方がいたんですよそれがあのロコユンさんというような、えー、日英中のトリリンガルのユーチューバーの女性の方でその方が人間は感情で生きているって一言を言い放ったんですね僕は あの、その動画の、えー、アベマプライムの動画の中で、その一言が一番印象に残ったんですよ。その内容よりも。その彼女の発したその一言が。で、なぜ印象に残ったかっていうと、えー、私も、あ、実際そうだなって、すごい普段から思ってたんですよね。<laughs> いや、あの、人間って僕も含めてなんですけど、本当に、まあ、 えー、感情の反対用語で言うと、えーまあ、感情をまあ本能っていう言い方で表すと、まあ、感情と本能って似てるところだと思うんですけれども、えーまあえーまあ、感情の対義語だと理性とか論理とかになってくるんですかね、えー、人間ってその本当に合理的な判断ができないんですよね それちょっと考えてみればよくわかると思うんですけれども、あのー、まあ、例えばロシアがウクライナに侵攻したじゃないですか、えー、一昨年あれってその、合理的に考えると、なぜ、なぜそれをやったんだろうって思うじゃないですか、プーチン大統領は。っていうか、ロシア政府は。だってその、ロシアにとって一番重要なのって、経済だと思うから、 その経済と戦争ってそんな相入れない部分あると思うんですよね。やっぱ戦争するんだったら国内の出費がかさみますし。ぶっちゃけメリットが全然ないと思うじゃないですか。ただ、そのプーチンさんの中には、分かんないですよ。僕はプーチンさんじゃないんで。プーチン大統領の中では、その大、えソビエト時代の、えー、あの栄光をもう一度みたいなことがあったんじゃないかっていうようなこと言われてますよね。ただそれって今、別にやることじゃないじゃないですか。 あの、合理的に考えたら。でも彼はそれを決断したと。ということはやっぱりその、まあ、他の紛争とか戦争もそうなんですけれども、無敵戦争って人の命が奪われますし、なぜそれが起こるかっていうと、それでもなぜそれが起こるかっていうと、やっぱり合理的な判断ができないからというか、感情に動かされてる部分があるんじゃないかなと私は、普段から思うんですよ、ま。あ えー、ウクライナ戦争だけじゃなくても、まあ、日本がそもそも太平洋戦争をしたっていうのもその場の空気であるとか、え、なんか、こう、負けるって分かってるのにやんなくちゃいけないみたいな、そういうような空気が支配したって、えー、当時の首脳陣の中で言われてるんですけども、それも合理的に判断すると絶対ありえないことだと思ったんですね。まあ、僕は結果的に戦争して敗戦してよかったと思ってる派なんですけれども、えー、まあ、なので、感情で、 生きてるんんでですよ人間はどんな時にでもこれ別に戦争とかそういった政治とかだけじゃなくて仕事の場でもそうだと思いますし本当はこっちの方決定案の方がいいんだけども一人の言ってる主張が強いからえこ,っえこっちに決まっちゃったとかあると思うんですよでこっちの方こっちこっちを言ってる人の方がみんなに人気だからそっちになっちゃったとかこっちの方が えー、実際は、あのー、いい案だし、やるんだとしたらこっちの現実的なんだけど、非現実的なこっちになっちゃったとか <laughs>、全然あると思うんですよ。で、それが人間だと思うんです。だから人間は、あのー、非合理な決断をしてしまうんですよ。えー、感情で生きちゃってるんです。これあのー、まあ、人間関係とかでも言えることだと思うんで、 あの、そうですね。あの、感情と、僕、これちょっとノートにも書いたんですよね。以前、人間は。結構書いたと思うんですよ。僕、人間は感情で生きているって。これになってる方は分かるかもしれないですけど。で、えー、感情対感情で生きてるから、えー、感情を見せてきた人に対して感情で返しているから人間関係がうまくいかないことがあるって。僕、書いたような気がするんですね。まあ、僕自身も感情でそれは生きちゃってるから、多分感情で生きてる割合が多いと思うから、 あのー、まあ、それを最大限自分で論理化して、えー、合理的に考えた上であの文章が生まれてるんですけれども。なんでその、まあ、感情をハックする方法って、えー、先ほど僕ちょっとふ言ったと思うんですけれども、まあ、相手が感情で生きているというか、すべての物事は感情で作られているというふうに、 考えながら生きるといいかなと思うんです。自分も感情で生きているけれども、周りもそうだ。すべての物事はそうだ。まあ、すべてって言っていいかどうか、断定していいかどうかわかりませんが。ほとんどの物事は感情でできているっていうような、えー、捉え方で生きていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、その中で世の中をうまく渡っていくとしたら、 周りが感情で生きているという認識をしながら、自分も一部そういう状況になりながらも、自分は理性で生きるっていうような方法がいいと思うんですよ。ま、あのー、感情で動いている中で理性っていう、えー、思考法で生きている人がいると、すごい、なんかいろんな物事につけ、有利な幅を、有利な立場を取れると思うんですね。 だって周りは感情できて非合理な決断するのに自分はえその感情からえ自分も完全に突っ込みそうなところを一歩置いて理性で判断できるからえ合理的な結果合理的な判断ができるようになり資産も増えていくだろうし結果的に人間関係も円滑にいくんじゃないかなと僕思っているところがあってそうですね例えばあの感情を ハックするっていうのはちょっと難しいかもしれないんですけど、あのー、今合理的に自分は理性で生きるた方がいいって言ったじゃないですか、僕。ただ、その理性とか自分の中の合理的なもの、ビジネスにつけ、人間関係につけ、恋愛とか結婚生活とかでもそうなんですけど、それを相手に押し付けるのは感情なんです。こっちの方が合理的だ。 自分で思うじゃないですか確かに合理的なんですよねその人にとっては合理的なんですよで、多分世の中的にも合理的なのかもしれないですけど客観的に考えたらただ人間は感情で生きてるからそれを判断できないそれが合理的だと判断できないで、えー、こっちの方がいいに決まってるだろう俺の方がいいにあの男よりあの女より私俺私の方がいいに決まってるじゃんって言うじゃないですか結果的にそうなんだとしても え、こっちの、えー、私の商品企画案の方がいいじゃないかって言ったとしても、えー、それは、相手にとって、相手視点に立つと、感情で言われてるなって思っちゃうんですよ。その、自分の論理を押し付けるっていう行為は、感情なんですね。感情的な行為なんですね。ちょっと難しいかもしれないですけど。で、その感情を、いかにその、制御するか。 っていう形なんですよ。多分、大事なのって。その、論理で押し付けちゃう。その合理を押し付けちゃうのも感情なら、えー、今私はちょっと思ってるのが、その、相手が感情で生きているとしたら、自分は理性で生きると。論理で生きると。で、その、多分一番やり、いいパターンとしたら、感情を相手が見せてきたら、あ この子はこう言ったらこういう感情を返してくるんだ。この人は、この上司は、この後輩は、えー、この友達はこういう感情を自分に返してくるんだな。わかった。えー、じゃあ、えー、こう動いたらどう、どんな感情を見せてくれるんだろうっていうような形で、その相手の感情を論理で引き出す。押し付けるんじゃなくて、 引き出すっていう方向を捉えて、に捉えていくと、なんか、うまいこと、えー、いくんじゃないかなと思っていて、これはもしかしたら危険な行為につながってしまうかもしれないんで、私、あの、今、すごい言葉を選びながら言ってるんですけれども、なので、愛、まあ、感情を引き出してあげる。ここえ、あの、自分が、あの、気になる相手だとか、 えー、この人には高評価を得たいみたいな人がいたとしたら、その人はどんな感情で生きているんだろうっていうのを分析して、えー、その感情を、えー、引き出す。えー、こ,こう自分は動いたら、どんな感情を見せてくれるか。じゃあ今度こう動いたらどんな感情を見せてくれるか。っていうような形で、えー、テストしていくと、テストしていくというか、まあ家庭を自分の中で作って、 こう動いてみる。こんな反応してきた。家庭を、さらに家庭を作ってみて、こう動いてみた。え、こう反応してきた。えー、っていうので、あ、これはダメなんだ。あ、このかん、この行動はいいんだ。この行動はダメなんだ。ネガティブな感情を引き出すんだ。この行動はポジティブな感情を引き出すんだ。っていうようなことを頭で整理していくと、なんというか、相手の感情を、えー、まあ、言葉を選んでいえば、うまく、えー、共感してもらえるように、 なななってくるんじゃいいかなと思います今すごい言葉を選んでいってるんで、えーあのえー、バンされないように。<laughs> なので、これ、すごい、えーまあえー、皆さん知的な方が多いと思,うし思,思われるんで、えー、すごい、えー、別のことにも、えー、使えるんじゃないかなと <laughs> 私、えー、思っています、えー。ただ私もこういうふうに言いながら、 それがあんまりできてるわけではないというかほとんどできてないんですけれどもまあ人間は感情で生きているってことがすごい気になったんでそっからいろいろと考えていましたなのでそのまとめとしては感情で生きてるんだったら自分は理性で生きてみるそしたらいろいろと物事がうまくいくけれども理性自分の理性合理的合理性を相手に 押し付けるのは、それは感情的な行為。ということは、感情を、相手の感情を分析して、いろいろ動いてみて、ポジティブな反応感情を引き出していくっていうようなことを続けていくっていうのが、多分その感情に包まれる世の中の中で、 あの自分がえー合理的に優位なポジションを取りながら生きていくやり方の一つだと思いますがえ忘れちゃいけないのは自分も感情に支配されてるところがあると思うんで人間は誰しもなのでエラーも起こるし失敗もよく起こるっていうことがえを認識しながらなんかそういった練習を積んでいくと徐々に上手くなっていくんじゃないかなとえ私はえ思っております。 ご視聴いただいてありがとうございました。この動画がもし良いと思った方は、高評価、並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。